アマイア・モンテーロ、本名、アマイア・モンテーロ・サルディアスは、スペイン・イルン出身の女性歌手。1996年から2007年まで、地元出身のロックバンド、ラオレハで、バンゴッホで活躍し、バンドを脱退した2007年以降は、ソロとして活動を続け、リリースしたアルバム3作品はいずれも成功を収めている。 サンセバスティアンのバスク大学では科学を専攻し、バスク大学在学中のある日、友人とのパーティーの席で、シネイド、オコナーの曲、ナッシング・コンペアーズ・トゥー・ユーを歌っていたところ、別の大学生、バンド、ロシン・ノンブルでギターを担当していたパブロ・ベネガスが、その歌声に魅了され、彼女はバンド加入の誘いを受けた。アマイア・モンテーロ在籍時のラ・オレハで、バンゴッその後、 このバンドは1998年にメジャーデビューを果たし、彼女の在籍した2007年11月までにオリジナルアルバム4作品を発表。2001年には MTV ヨーロッパミュージックアワードのベストスパニッシュアクト賞をスペインの権威ある音楽賞であるプレミオスデラ・ムシカにおいては、1999年に最優秀新人作曲者賞と、 最優秀新人アーティスト賞を2004年には最優秀コンサートツアー賞を受賞するなどスペインを代表するポップロックバンドとしての成功を収めた。バンドを脱退した2007年以降はソロとして活動しスペイン本国で2008年11月18日に発売された最初のソロアルバムアマイア・モンテーロは発売から 最初の1週間で4万枚を売り上げる成功を収め、さらに最初のシングル曲、キエロセールは、スペインのラジオチャートにおいて、13週連続でチャートインする記録を樹立している。2009年には、ソロ歌手として、初の国際的ツアーを、スペインと多くのラテンアメリカのスペイン語圏諸国で、行った。2011年9月17日にはアルバムに、先行して、リードシングルの、 神ン道をリリース。11月8日、ソロ2作目のアルバムである、にをリリースした。2012年には、TB3 のテレソンである、ラ・マラトーの CD に捧げる楽曲として、ムーンリバーを、カタルーニャゴでカバーした、リューデルナを録音した。2014年には、ソロ3作目のアルバム、エス・アイディオス・キエレ、ヨ・トンビンを発表した。ラ・オレオ派で、バンゴフ法時代は、 ラオレ派で番号ホディスコグラフィを参照。ありがとうございます。